さあ縛り多いな。大阪亮太さんが指名する好きなセリフはこのキャラクターのセリフです。おお、あら、そこまで言ってたなら、あら、マジっすか。マジですよ。同質。マジっすか、ね、クリス先輩じゃありません。あ、また始まった。出た。いやいやいや、なんでだよ。お前はなんでお前知ってなんで波乱を起こすな、波乱を。今ちょっとリアルにぶつけるとこうやってた。危ない。ごめんなさい、喋らねえかな。お金のバランス悪いんだから、もうちょっと、うん、ちょっと真ん中に来たから、ね、松岡もチャンスだと思ったらやっていいからね。わかりました。いいか、でも初級から言っていいからね。でも松岡君、無理はするなよ。あ、先輩、倉持でな、今完全に振りにしか見なかった。あれだろう、若菜だろう。予想しちゃう。ああ、そういう予想しちゃうパターンね。そして会場の中に何人かいるであろう若菜が泣くってこと。若菜さんが実際いらっしゃるね。みんな泣くんじゃないかな、もう、ワンワンワン泣くんだろうな、もうみんな。ギャンギャン泣くんだろうな、もうみんな。それはね、言い過ぎで、それはね、言い過ぎで、そうだ、申し訳ございません。何見てんの。ネタバラシするとね、ここにね、セリフが出るんですよ。こら。そういうことか。オッケー。お、どうやら浅野君が確認が取れたようなのでいきたいと思います、はい、大阪亮太さんに指名された倉持陽一役浅沼慎太郎さんはセリフバッターボックス。倉持、さあ皆さん、さっきよりも大きな声援で一つよろしくお願いしますよ。泣いちゃうよ。ぐりょぐりょぐりょ、あ、せーの、カットで。りょうさん、俺にはやっぱりりょうさんを止めることはできません。りょうさんはこのチームに必要な人なんです。絶対絶対行きましょうね、甲子園。ああ、もう泣いてる。ああ、泣いてる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 。ああ、泣かないで、泣かないで、泣かないで。みんな泣いてる。よかったね。いいセリフだったね。そろそろいいですよ。もうそろそろいいですよ。緊張、めっちゃ緊張する。いや、長かったですしね。一番長いシーンでしたね、ここね。ちなみに大阪君は、はい、なぜこのセリフを指名したんでしょう。いやー、やっぱりそのなんかね、二遊間っていうのはね、はい、一番守備で大事なポジションなんですけれどもね、ここのね、二人の絆っていうのがこのセリフにね、すべて込められてる気がするんですよ。なるほどね。交代を言えないっていうのがやっぱりね、凌介を信頼している。まあ、逆に言うと春一が信用されていないってことになるんですけど。いやいやいや、そんなことないよ。そんなことないよ。そんなことないね。そんなことないよ。そんなことないよ。なんで片言なの。なんで片言なの。誰のことなの。誰なの、あなた。私やる。私やる男。春一のこと信用してないわけじゃないんだけど、どちらかというとカフの方を信用してる。あ、そうかそうか。そっちがね。それはね、それはしょうがないですね。ダメですね。まあ、やっぱりさっき浅野さんやってましたけどね。これね、これです。これがね、キャッチ。これがかっこいいんですよ。かっこいい。感動したのも、ね、音楽相まってね。そう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 。非常に良かったですけども、うん、はい、まあ絶対行きましょうね、甲子園なんて言ってましたけども、お二人は絶対行きたいところってありますか。マジでごめんなさい。雑すぎやしませんか。いや、一人一つぐらいあるでしょう。いや、そうです。あの、ちなみに絶対行きたいところ、せーの、ディズニーランド。かわいい。もう行ってこい。可愛いな。行ってこい、二人で。いや、行っちゃう。そのまま行っちゃうもん。今行くんだ。行っちゃいますかね。マウンテンを支配したぞ、今。アフターシックスで行け。ちなみに、ちなみに大阪君は。大阪君はどっか行きたいところありますか。僕、沖縄です。いいなぁ。どっちもリゾートか。あったかいから。リアルじゃねえかよ。うまいこと言うね。うまいこと言うね。ありがとうございます。はい、ということでありがとうございました。